あのさ、奇跡が起きたんですよ、うんと、僕ね、何が奇跡かって言いますとね、僕っていうか、えっと、なんでカービ柳ーここ来てんの、えっと、朝生きる来でしたで、えっとな、昨日あフレンド申請が連続記録を更新してるんですよ、であの22日から、えっと、<laughs> 来てまして、22、23、24、25、26、27、28ですよ、今日 ついに一週間、クリスマスをまたぎながら、毎日来ました。それ何が奇跡かというと、昨日を何、何が奇跡かというと、明日来んかったら、あの、一回ちょっと溜め込んでやらせてくださいと、もう話すことがないんで、って言ったんですけど、それで来るっていうの。これね、フレンド申請って一生に一回しか、じゃ一生じゃないけど、一回しかできないじゃないですか。あの、ファンでいてくれてる人が、いいね押してね、この動画に、って言っておし、集まったらとかじゃなくて、フレンド申請が明日来たらとかって、 あの、十万人ぐらいいる YouTuber ならいいけど、そんなの、なかなかないで。それが奇跡やなと思って、どんな人なんかだと思いますよ、そりゃ。どんな人なんか。だから見て、あ、俺、次行かな、だから、あれだ待ち合わせ、待ち合わせない、みんなで話し合いしてないと、明日俺、明後日俺って担当してないと、連続記録ってできないと思うんですよね、毎日の。そんなんしてないのに、一日一個ずつ、二個。 来る日もあるけど、ちょっとずつ7日間連続来るっていうのが来て、だんだん話し調子良くなってきたな、と思うんですよね。ルラ、知らん人やけど、打ち合わせしたんかだから、まあ2、2時45分ですけど、今、5時半ぐらいなんで、3時間しか経ってないこの奇跡が起きて、すごい。 ちょっと見させてもらいますね。ルラさんを。ちょっと見させてもらわないといけないんですけれども。えっ、ー、と、ちょっと待って。あのー、すいません。話の腰折らないでもらっていいですかこれ、チーターってなっちゃってるの。これ気になってしゃあないわ、これ。腰折られるね。これも。気になる、下向けて <laughs>。あのー、メリクリ、メリクリぼっちっていうか、今、もう年末ぼっちやし、メリあのー、あれですよ。 スマッシュブラザーズやってるならもうぼっちじゃない。えー、っと、そんなこと言ったら俺勝手正月ぼっちやわ。だから、俺も下向こう。昨日横向いたんですよ、頭痛くて。すんげえ話取れてるやん。話あるやん。ちょっとだけあった。あれこっちあな。表情やポーズを変えるっていうので、ちょっと、ポーズを下向きになんとあるんや。あー、これや。表情は普通にしとこう。あ、これや。あれなんであんな風に可愛くならんが。 かわいくないなぁ、これ。あ,あ、そういえば昨日久しぶりにバイトとこうで、あの、ウィウィじゃねえや。スマ、ス、スイッチ起動したらなんでこの顔になってんのってなりました。それはなります可、ね、かわいいこれ下向いてるの、これ。何してんのこの子。ぼっちやなぁ。ずっとオンラインやし、もう、この二つの時間がぼっちやわ。え今来た人誰 今来た人の話がもう全然できんわ、キいチって。えー、っと、今誰来たえ誰やったっけ今来たのあの、スプラですよね。気 <laughs> になるなスプラでしたよね。えっと、ちょっと待ってくださいね。あれ、この人、なんな、なんでこんな下にいるやろルラさん。あ、ダイランとスマッシュブラザーズを初めてしました。で、さっきオンラインにして、二時、あの、僕に更新していただきましたね。ありがとうございます。 基本的なやつは全部やってるんですね、これね。基本、あ、基本や。基本を全部やったけど、フォートナイトだけついていけないっていうのは僕と一緒な感じですよね。ありがとうございます。何を見て最近来てくれてるんかなあの、ファンに。たまーに、あの、今行きますって、YouTube にくれる人いるんですよ。だから、昨日の人とかは、あ これ見ました。これから私は行きます。っていうふうに言ってくれるんですけど、こう、急に来てくれる人もいるんで、どっち、あ、この人ですか昨日来た人は。この人だって俺お気に入りしてないか知らんけど、この人、そういえばあの、怖いって僕が言っちゃったなーっていう返答が来てましたね。あの、一発撮りでしてるんで、本当に漏らしちゃいます。怖いとかそういうの。すいません。じゃあ、ルラさんまた、なんかで、スマブラで会いましょう。 明日コン買ったら、やめますんで、この企画。いっぺんこれ話すことないし、こんなことしてたら本当にもう、ファン減ると思えっての。だから、だから10万人いるならいいんですよ。10万人とかいたらさ、この中からルーレットで、この人っていう人にプレゼント企画とかしたいよね。プレゼント企画って、本当にプレゼント渡してるんか、あれどうやってわかるの住所とか。そこの辺また教えてください。いや、まだ教えていらんわ。